どうも、奈良コミのタカです。今回は嫁がとあるスーパーの方に行ってくれました。そちらのスーパーには奈良県のいろんなジャンルの特産品が置いてあるコーナーがあるということで、めっちゃ魅力的。実はタカもプライベートで何回も足を運んでいて、めっちゃおすすめです。さあ、今回はそちらを紹介していきます。今回ご紹介させていただくのは、奈良県田原本町の方にあるスーパーエバグリーン田原本店。エバグリーンの一部にてんこ盛りというコーナーが設置されており、こちらが奈良県の特産品がめちゃくちゃあります。絶対来てみて。エバグリーンの方で、ね、嫁が買ってきてくださったんで、こちらの方を食べていきたいと思います。こちらマリトッツォ。こちら瀬戸内レモンのレアチーズクリーム。素晴らしい。あ、落ちる。おお。おお。うまい。うん。おお。おいしい。レモンのね、この酸味というか酸っぱくはないんやけどね、すごいこう暴れてくれて、でそれがこの生クリームの甘さにね、これまたマッチしてめっちゃうまい。うん、パン自体もふわふわしてて、これまた美味しいですね。こちらピーナッツチョコとホイップ。ピーナッツ入ってるよ。めっちゃうまいねんけど、ブリブリ切ってるわ。これは結構甘さが強いけど、もう完全にね、あのピーナッツバターが好きな人も間違いないよ。これめちゃくちゃうまい。いや、これはこれでうまいな。結構その対極端な感じやんな、うん、なんかほんまにすげえ甘いピーナッツバターのなんかスイーツと、すごいさっぱりした爽やかなスイーツ、まあ、ちょっと甘すぎるなって感じる人もいると思うけど、その人はね、あの瀬戸内レモンの方食べてもらったらもいいかなと思います。くず餅。奈良県産のくずを使ったね、まあ、くずといえばもう奈良の吉野なんでね、これはもう絶対うまいでしょう。プルンプルン、いただきます。和スイーツ完全に。これがね、もう上品よ、マジで。黒蜜も黒糖の深さというか、砂糖の単純なる甘さがガツンってきてるようなものではないわ。これすごい、この黒糖もこだわってんねんなって思うわ。くず餅も柔らかいねんけど、若干なる歯ごたえも残してくれてるところがまたこれ美味しいです、ポイントですね。うん、誰のものか分かる？え、なんか監督やる誰か、大物 YouTuber。 あ、違った、分からへん。そんなヒカキンか、正解。申し訳ないわ。やばいやん。やばいな。ということ、普通にやばい、おこがましいわ。ほんまにそうやわ。俺も自分で言って何やってんやろと思ったもん。今わーってきたら次どうなるか。ドン、クズプリン。なんじゃそれ。おい、見てこれ、すごい。うん、思った以上に滑らかいし、思った以上に抹茶やねんけど。あ、そうなんや。ビビるぐらい。ちょっと一回食べてみ。硬いんかなと思ったけど、全然硬くない、すげえ滑らか。プッチンプリンとかよりも滑らか。超クリーミー。飲んでるみたいもん。うん、飲んでる。なんか一番スイーツらしくパッペロッといけちゃうかもしれない、これが。確かに。奈良コミ。はい、てなわけでエバグリーンさんの方でいろんなもの買ってきたんですけども、うーん、うまかったですね。てん
んこ盛りっていうね、その奈良県の特産品をね取り上げてくれているコーナーみたいなのがねエヴァグリーンさんってあって、僕はねあの柏手町の方にあるエヴァグリーンさんの方によく行ってて、よくそこでねあの そのコーナーでいろんなもの買ってるんですけども、ほんまにいろんなものあります、奈良県の産地のもの。もうそれこそよく目につくのが卵、あと何々農家さんが作ったお野菜とか、もうほんまにいっぱいあるんですよ。見てるだけでもすごい楽しいし、こういったね洋菓子とか和菓子とかもいっぱいあります。もうバームクーヘンであったりカステラであったりとかもありますし、でそれ以外のところで行ってもお土産であげれるようなクッキーとかも売ってますし、それこそなんかちょっとあって嬉しい梅干しとかね、そういったものも売ってます。もうすべて奈良県産のものをねこう取り上げてもらってるコーナーなんで、ぜひねお近くにエヴァグリーンさんある方はね、てんこ盛りやったと思うんで、ちょっとそのコーナーがあるんでね、あるかちょっと確認してもらって、あったらいろんなもの見てもらえたらと思います。エヴァグリーンなんでもう駐車場も広いですし、営業時間もねあの幅広い営業時間でやってくれてるんで、すごい気軽に行けるかなと思います。 LINE PAY と PayPay は使えたと思うんですけど、その他のクレジットカードに関しては奈良県のねあの店舗に関しては使えないとこ多かったと思うんで、その点だけご注意いただければなと思います。今回スーパー特集ということで、以前は大桑をね取り上げさせていただいたんですけども、今回はエヴァグリーンさんを紹介させていただきました。こちらの動画が参考になったと思った方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。あと Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらのフォローもどしどしお待ちしております。本日の高野一言、エヴァグリーンって聞いたらいつもエヴァンゲリオンを思い浮かぶ。次回の動画でお会いしましょう。バイ。思わ思わへん、せやん。